それでは行ってみます。音更小麦学校旅立ちの歌。音更が育ったんだ、僕らこの大地に。これからいっぱい食べます。金色に輝くその時まで大きな夢があってさ、僕らこの胸の中虹色の想い抱いて背を伸ばしたんだ。この美味しいです。もちもちしてて美味しいです。皆さん応援してください。
この屋敷でこの街が好き半月のイエーイ半月できて嬉しかったです涙を乾かして明日に立ち向かってちょっと一言奈良から来ましたあの妹のお誘いでばっかんさいを知って初めて来たんですけどとても楽しい祭りで本当に来てよかったと心の底から思っていますありがとうございますあの第1回目は140-150人だったと思うんですけど今回300人オーバーということで回を重ねるごとに進化していったお祭りだなと思います本当いろんな人の力でできているお祭りだなっていうのを改めて実感しましたどうもありがとうございましたこのみんなに惚れてみんなの姿を見て応援したくて本当に楽しく自分も勇気もらって大阪からもたくさん来てもらってこれからまたいろんな新しい楽しいことをやると思いますなのでこの先も楽しみにしておりますこれからもできる限り手伝っていけたらなと思いますでやっぱみんなの笑顔を見るのが面白いので、来年もまた続けていきたいなと思います言っちゃった楽しみましたありがとうございますね、最初どんだけ続くか分かんないまま始めたのに、ね、続きましたね、盛り上がってきましたね、今日今年は小麦も豊作だったということで本当に収穫感謝祭にふさわしいばっかんさいになったと思いますお客さんのたくさんの笑顔が見れましたので大成功だと思います本当に最高の祭りになったと思うな、なったね、うん、今回大成功、おめでとうございますよーありがとうございますばっかんさい最高